ん、お疲れ様です。8月21日土曜日です。はい、今日は雨上がりの広島県、ここは東区ぬくしなですね。ぬくしな通り走っております。はい、今日はこれから朝一は、朝北区深川、はい、深川に行きます。山越えしていこうか。深川ね、ずっとこう上りきって、深川じゃない、このぬくしな通り上りきって、馬木越えて上りきって、今度ね福田の方へ向いて下っていくんですけど、どうしましょう。途中ね、左にそれて山道抜けていく道があるんですけど、そっちから行きましょうかね。まあでも朝だしね、そんなに混んでないと思うんで、土曜日なんで普通にメイン通りで深川の通り通って行ってもいいしね。あまりね、山道ゴニョゴニョ通っていくより、そんなに今日はね急いでもないんで別に、うん、今から行くとこが電話分って言って、2ヶ月に1回は、注文してもらわんと、こちらの方からね最速の電話をして、でそろそろコンテナ入れ替えさせてもらいたいんですけどっていうことでね、電話をしてコンテナを入れ替えに行きます。はい、それはもう廃材がねいっぱいになってようが、なってなかろうが、まあ、入れ替えさせてもらうと。はい、というのが箱がねやっぱりずっと2ヶ月も、ね、3ヶ月も置いとると腐ってくるんですよね、錆びたりしてから。で結局穴開きの原因になったりするんで、だから2ヶ月に一遍はね、最低でも1回入れ替えをさせてもらってます。はい、1ヶ月だったかな、今1ヶ月になったんかな、どっちか忘れましたけど、はい、ね、結構穴開くんですよ、鉄なんで。やっぱりそこの方へね、勾配がついてないと、後ろの扉の方に向けて勾配ついてないと、ね、逆に前の方へ、コンテナの前の方へ水が溜まってしまって、そこがどんどん朽ちてしまうんですよね、角っこがね。はい、朽ちるというか錆びて穴が開くんですよね。うん、で、鉄板をカットして部分溶接したり、ひどい時にはもうそこがもうボコボコになったら、そこをね1枚も鉄板張り替えてから溶接してねやり替えたりします。だからコンテナの重さもね全然違うんですよね、そのコンテナによって。うん、継ぎはぎしとるんで鉄板を。だからたまにスクラップ屋さんにスクラップね処分しに行きますけど、その時にカンカンに乗りますよね。だから空車がもう全然違ってきますもんね、空車の重さがね。うん、やっぱり背負っとるコンテナによっちゃ100キロとか150キロ、ひどい時には200キロぐらい誤差が出ますからね。うん、だいたい3500ちょっとですよ、空車が。はい、で重たいコンテナだと3700とかになりますからね。うん、やっぱり200キロぐらい誤差が出ることがあります。はい、まあそんな感じで朝一は、電話分のね催促したところへ行きます。はい、じゃあもうすぐね現場の方へ着くんですけど、コンテナもねつむぞうくんっていうの、産廃屋さんなら分かると思うんですけど、つむぞうくんっていうね割と最近新しめのねコンテナがあるんですけど、あれはね前に2箇所そこにね穴が開いてます、ね、穴開いてますし、ちゃんと裏からね、蓋がついてます。やっぱり土とかね積むと穴からね廃材落ちちゃうんで、それをまあ
しっかり塞ぐあのキャップもついてます、はい、でそういったコンテナもありますね、つむぞうくん。でもやっぱり昔ながらの古いコンテナだとね、そういった穴が開いてないですね、うん、だから、コンテナ設置するときに前足のとこへねバタ角を、セットしてちょっと高さをつけてね、後ろにコンテナの後ろに水が流れるように勾配をつけますね、うん、そうすると、コンテナを置いとっても水がたまらないと、雨水がたまらないということになりますね、はい、さあそろそろやね、そろそろ、パチンコ屋さんがあってその先お風呂屋さんがあって、ね、その先を左に入っていくという感じですね、はい、じゃあ、サクサクっと入れ替え作業をしてきます。はい、現場の方出ました。じゃあまたね、こっから、深川通りに乗っかります。今行ったとこはね、ちょうどあのさっき言ったつむぞうくんのコンテナが、置いてありました、はい、で積み荷はね 1.5 リューベイぐらいしか入ってませんでした。コンテナの半分ぐらいしか入ってませんでした、うん、でつむぞうくんと、旧式の古い方の方のねコンテナってね、こういう違いがあるんですよ。はい、どうぞ。これ前側見てもらったら分かると思うんですけど、古いコンテナの方がちょっと低くなってますよね、横がね。つむぞうくんはもう前面から一直線に同じ高さでバーッといっとるんですけど、後ろまで。古い方はね、古い箱は前面からちょっとどれぐらいかな、5センチぐらい下がっとるんですよね、だから若干ね小さく見えますね、うん、コンテナがね、はい、まあ結局積む量は変わらんのんですけどね、はい、ただ積むぞうくんの方がちょっとやっぱり5センチぐらい多く積んでしまうかも。やっぱりコンテナのその横の天板の部分から40センチ上がりまで積むんで、その5センチ分やっぱり上がりますよね、積むぞうくんの新しい方の箱の方がね、うん、だからお客さんは5センチ分ぐらい得するかもしれん、積むぞうくんの方がね、はい、ただ手積みするときね、あの5センチがねすごい大きいんですよ。ガラとか積むときね、5センチ高いだけで入れる方はね結構なね違いが出るんですよ、はい、だから手積みするときはあの古い箱の方がいいですね、うん、やりやすい、はい、たかだか5センチと思うかもしれませんけどね、その5センチ持ち上げるのがね結構大変ですよ、はい、ね、そんな感じで入れ替えしてきました、うん、あの古い箱になるとどうしてもあの表もね錆びたり傷がついたりね、場合によっちゃへこんだりしとるんで、よく現場でお兄さんトラックは新車なのに箱がボロいのってねよく言われますね、はい、そういうことよくあります、はい、いやコンテナはもう使い回しなんで、ね、しゃあないんですよってね言うんですけど、まあ、現場を置いとったらいろんなね重機でこうちょっと動かすのに、多分重機でねこの重機のバケットでゴーンと当ててずらしたりね、いろいろやられるんでね、結構へこんだりするんですよね、ちょっとしたへこみとか傷があります、はい、ずっと同じ箱背負ってるわけじゃないんでね、うん、いやー雨が降り出した。また、はい、今日は朝一、朝北区深川に入れ替えに行ったというね、まあ、コンテナのお話になりましたね今日、はい、たまには真面目に仕事の話もしとかって、感じで今日は土曜日なんでのんびりやっていきたいと思います。はい、じゃあ皆さんもこの後もご安全にです。はい、ご視聴ありがとうございました。